臨床寺は愛知県春日市戸野原町にある臨在宗明神寺の寺院である。三号は牛伏山。狭間の住人、林正則は毎日山に入ってウサギや狐などを狩ることを仕事にしていた。ある日いつものように弓矢を持って山深くに入ったが夜が更けたので帰ることにした。だが空が暗くなるにつれ道に迷ってしまった。 そこで、夜が明けるのを待って里まで下ろうと月でを待つうちに、寝てしまった。あたりにパッと光が差したので目を覚ますと、赤い玉が近づいてくる。狐かウサギの仕業と思い弓やを打つと、光が消えていき、火の玉は、二つに割れた。近づくと、黒白の狐が、口に矢を含み何かを言おうとしていた。正則は、この狐は、下牛さんの主であったか。 知らずとはいえ申し訳ないことをと思い礼拝すると、狐の姿は、消えた。その後に、正則が,が、我牛山山頂に登るとその東隅に、石室があり、そこには、稲荷大明神の立像と先ほどの矢があった。正則はこれを縁として自ら殺傷を禁じ、愛知軍と、羽村隆雲寺十字、ミノルカンアジャリについて特度し仏門に入りが、牛山の、トラジキに一を立て、 薬師如来を安置した。カスガ氏によれば、1490年、関空伝皇賞が解散。その後、薬師如来を信仰する出川村大工、東座江門より、現在の臨床寺の他に2軒四面の道を建設。二世は、天台州密造院弟子めぐみ州が安置として、宝刀を継ぎ、三空より五世、鉄王子山主座の代に至り、低密寺金目門御尚の道徳にしたい。 天台宗より改修して全門に属した。1683年9月本堂栗を建設。1906年2月火災にかかり全焼。1915年12月再建。愛知県春日市戸市殿原町2692。ありがとうございます。